よし。ブレナイネーム、さんまさんからのお便りです。ありがとうございます。カルタさん、ゴンカルタ。カルタさんの雑談めっちゃ好きなので、この企画とても嬉しいです。今年から高校生になり、環境も変わってストレスが溜まります。そこでカルタさんのおすすめのストレス発散方法を教えてください。ということで、山上のストレス発散方法？山上のストレス発散方法なんだろうな。なんだろう、逆にみんなストレス発散ってどういう風にするの？あーでも確かに配信、まあでも喋ることが私は割とストレス発散にはなってるのかもしれない。だから結構もしかしたらこうめっちゃ良くない？すごいいいこのいい循環になってるっていうか、ストレス溜まって配信して喋って寝て、あとはもう本当に寝るか泣くか。泣いても結構ストレス発散できると思う。まあでも山多分一番のストレス発散方法は喋ることだわ。なんか中身のない話をひたすら、今はちゃんとお便りによって中身がいつもよりかはあるけど、いつもはもっと中身がないから、そういう話を延々としてるのが山はストレス発散かもしれない。てか話を聞いてほしい。待って、山がいてもしかして寂しがり屋ですか？いやそんなことはないはずなんだけど、ただただ話、待って、自己中なのかな。待って、己が自己中だってことに今、待って、自己中なのかな。ただただ話を聞いてほしい女じゃん。いやでもじゃあ、喋るのが楽しいんだな。うん、悲しきおしゃべりマシーンではないわ。悲しくない。なんでだよ、聞いてくれるお前らがいるのに悲しくはないのよ。お家でだったら確かに悲しきおしゃべりマシーンかもしれないけど、今の私は悲しくない。